マプチェ族、マプチェ族、マプーチェ、マプーチェ族とも表記されるは、チリ中南部からアルゼンチン南部に住むアメリカ州の先住民族。民族名は、彼らが話す、マプチェ語で、第一、マプ、に生きる、チェを意味する。マプチェ族は、南アメリカ南部を支配し、インカ帝国やスペインの侵略に対し長く抵抗を続けた民族として知られている。 彼らは生計を農業に依存し、論功と呼ばれる主張の下で、血縁関係を単位とした社会を構成していた。戦争の時には、時、斧を持つ者の意というリーダーを選出し、その下に連合してより大きな集団を形成することもあった。16世紀以降南アメリカに進出したスペイン人の報告では、彼らはアラウカの族、またはアラウコ。 アラウカーノ語族と呼ばれていたが、現在では、軽蔑的な言葉としてこれは忌避され、チリやアルゼンチンではもっぱら、マプチ族の表現が用いられており、彼ら自身もこれを歓迎している。アーウシュアーノの語源は、一般に信じられている、ケチュア語で、反逆者を意味する、アーウコではなく、マプチェ語で、泥の水の意である地名から来ていると言われる。マプチ族は共通の社会構成。 宗教、経済構造、言語的遺産を引き継いだ数多いグループからなる広い地域に住む民族である。その影響は、アコンカグア川とアルゼンチンのラパンパ州に挟まれ、区前域に及んだ、チリ中部の三峡地域に住み、スペイン人からは、インカ帝国の一部とみなされた、ピクンチェ族やウイジチェ族、クンコ族も同じ一派と考えられている。マプチ族は、ウイジチェ族、 ラフケンチェ族及びペウンチェ族と同様に、イタタカワとトルテン川の間にある谷に住んでいた。これは、マプチ族を、ラ・アラウカニア州に居留した部族に限りした競技でも、ビックンチェウイジチェなど諸族を含み、アラウカーの語族とした抗議でも当てはまる。フェルディナンド・マゼランによって、パタゴン族と呼ばれた北部の英雄カンク族は、 マプチ族と交流を持ち言語や文化への影響を受けたラパンパ地域のテワエルチェ族に属する少数部族とされている。このようなマプチ族の言語や文化が南アメリカ西部の諸族へ影響を及ぼ過程はスペインの進出後も継続し、この一連の電波をアラウカナイゼーションと呼ぶ。チリの統計によるとチリのマプチェ族はほとんどが土着の家系ではなくなっている一方で、 60%を超える一般のチリ人は、彼ら自身は認めない傾向にあるが、様々な比率ながら、アメリカ先住民族との根欠である。2002年の国勢調査では、マプチェ族の人口は60万4349人、チリ全体の約4%に当たる。アルゼンチン側では、約30万人がアンデス山脈に居住している。マプチェ族の多くは、 先祖伝来の土地を失い、サンティアゴデチレなどの大都市で、恵まれない環境の中で生活している、を参照。マプチェ族の名が、歴史に記されるのは、新大陸発見以降のスペイン進出に始まる。それ以前のマプチェ族は、大規模な連合こそ形成されなかったが、長年のインカ帝国の侵略に耐え、これを跳ね抜けてきた。コンキスタドル、征服者のディエゴであるマグロとの、さらに、 ラウタロヤヤといった優秀な指導者の登場により、16世紀に現れた新たな侵略者、スペインに対しても300年以上戦い続けた。侵略初期に奪われた土地を取り戻し、19世紀後半まで自治を維持した例もある。ビオビオ側はマプチェ抵抗の地として知られ、彼らは自然の地形を利用してスペインへの反抗を続けた。この間、しばしば攻易や、 外交的な交渉が取り交わされるなど、マプチェとスペインの関係は、必ずしも、硬着的な戦闘状態にあったわけではない。それでも、アラウコ戦争と呼ばれる長期にわたる対立は、アロンソデイ・エルシージャの女児子、ラ・アラウカーナに残され、その記憶は消えることはない。チリが、スペイン王国から、分離独立した際、一部に協力的な者も,もいたが、ほとんどのマプチェ族は無関心か。 もしくはその出来事そのものを知らなかった。この認識不足は、入植者たちがもたらすマプチェに与える脅威について、あまり深刻に考えておらず、過去からこの土地で受け継いできた暮らしが変わる、可能性を想像だにしていなかったことを称している。事実、チリ独立後もマプチェ族は、ビオミオ川北岸に住む用心深い植民者たちと、時に衝突を起こすこともあったが、概ね問題なく共存し、 交益を行っていた。だが、チリ政府は膨張する経済を支える資本を獲得するためにも、アラウカニアを支配下に置く準備を進めていた。フランス人弁護士兼忘喧家のオルリ、アントワーヌ・ドトゥナンが、アラウカニアの王と称し、マプチ族の土地を中心に独立国家アラウカニア、パタゴニア王国、1860年から1862年の建国を宣言したが、 他国からの承認を得られるはずもなく、かえってチリ側に非合法国家の打倒という口実を与えてしまった。チリ政府はマプチ族の土地を圧迫し、1880年代半ばから後半にかけてこれを占拠した。これはアラウカニア制圧作戦と呼ばれる。この征服の背景には、もともとチリにとってマプチェの土地は、 自国のものだという1800年代後半の思想が根底にあり、さらに、チリ人の人口増加がもたらす、経済活動が、マプチェとの境界線を圧迫し始め点がある。さらに、当時ボリビアペリュー連合に対する南米の太平洋戦争の下中にあったチリは、戦勝のために大規模な常設陸軍の整備や、ライフル銃をはじめとした近代兵器の自国内製造を実現してた。 太平洋戦争終結とともに、これらの兵力はマプチェとの戦闘に投入された。さらに通信網の整備などもあり、マプチ族は地理的に南北双方からさらなる軍事力によって押さえつけられた。激しい戦闘と外交交渉等を織り混ぜながら、地理政府はマプチ族の首長たちから彼らの土地を地理に平等する同意を取り付け、条約を締結した。これには、 マプチェ側にとって、拒みがたい事情があった。長引く、戦争の影響から飢餓と病気が蔓延し、ある報告によればかつては50万の人口を誇った、マプチ族は2万5千人まで著しい減少を見せていた。この数字の推移には、意図的な誇張が紛れ込んでいるとの主張もある。しかしながら、占領下に置かれた、マプチ族のかなりの比率が抑留され、 農業や公益で成り立っていた彼らの経済活動は、ほとんどの地域で破壊され、彼らが所有していた大量の銀や宝石類を含む動産や不動産などの財産が、地理政府の国庫に納められるために没収され、さらに、アメリカが衆国の強制移住法と同じような、レジクチオネイスと呼ばれる一連の制度で縛られるに、いたり、人口減少数の信憑性云々に、 関係なくその末路は同じようなものだったと言えた。彼らは追いやられ略奪され極度の貧困にさらされる結果となった。現在、マプチェ族の子孫はチリとアルゼンチンにまたがる地域に多く居住し、ラ・アラウカニア州の住民のうち80%を占め、ロスラゴス州、ビオビオ州及びマウレ州でも人口比率が高い。伝統を継承し農業を中心とした生活を、 続けている者も,もいるが、大多数がより良い収入を求めて都市部へ移り住みつつ、ある。しかしながら、彼らは、様々な差別の対象にあり、経済面や公的な面で不遇な状態にある。そして、マップチ族の犯行は、今も続いている。近年では彼らの先住する土地を開発する、林業系大企業にも向けられ、知見争いなどに橋を発した暴力の応報が続き、特に、 ラ・ラウカニア州北部のトレインゲンクやルマ国に挟まれた歴史的に激しい紛争が続いた地区で頻発している。そのため、彼ら犯行組織のリーダーやマプチェの政治活動には近年になってもピノチェと政権時の対テロリズム法が取締りや基礎に適用されている。その法律では検察は6ヶ月間証拠の提出を拒むことができ、また裁判において関門した証人を スクリーン向こうから証言させて匿名のままにすることが可能になる。チリ人がアレコニア、マプチ族がアングルーマップと呼ぶ、チリ人の林業会社が所有する2つの地域の森林資源に対して日本とスイスが利権確保に動いた際、マプチ族はこれらラジアータパイン、モントレーマツやユーカリなどの森林は本来彼らが植樹し大量の水と肥料を与えて育てたもので、 資源の権利は彼らに返すと主張した。また、チリから年間約6億ドルに上る木材を輸入するアメリカでは、そのほとんどが南部地域では被災されていることから、熱帯保護キャンペーン団体フォレストエシックスが先導し、ホームデポなど主要な輸入業者からチリの原生林を保護する木材の購買方針へ変更する同意を取り付けるなどの動きもある。しかし、 マプチ族主張の中にはこれでも不十分との声があり、一部の団体は、運法に参加して、国際的な関心や、所有地の権利や文化の保護を訴える活動を行っている。これらを受け、地理政府もマプチ族を、受益者都市資源開発と彼らの生活水準向上を両立させることを目的とした、先住民コミュニティ管理プロジェクトを2003年から実施している。 近年、市里政府は、マプチェ族の待遇を改善するいくつかの施策を、試しつつある。例えば、手向コ市では小学校に、マプチェ語や、文化の授業を加える試みが行われている。また、政府の特務機関である、委員会、ザ・コミッション・フォー・ヒストリカル・トゥルース・アンド・ニュートリートメントは2003年にレポートを提出し、80%以上が、マプチェ族によって占められる。 先住民族について来の政策を大胆に改善すべきとの見解をまとめた。その中では文化的アイデンティティの促進以外にも政治そして領土に関する権利についても公的にこれを認めるべきとの内容を含んでい、ヨーロッパ人が南アメリカに進出した頃にはマプチェ族は残酷と複雑な防御砦でのネットワークを建築するに十分な技術を備えていた。 また、金属加工や乗馬技術を素早く自分たちのものとし、小麦栽培や羊の飼育も取り入れた。スペインからの植民地と相対的によく自治管理されたマプチェの居住地は300年にわたって共存し、両者の間には強い交易関係が生まれた。マプチェ族が伝統的に持っていた銀在工の技術は広く流通したチリやスペインの高価の質を支え、 また宝石類やヘッドバンドなどもその成功さが高く評価れていた。近年では彼らの文化を伝える旗織や手工芸品が観光土産などになり現金収入の一手段ともなっている。マプチェ人の言語はアラウコ語族の代表的言語である。マプチェ語、マプチェドゥングンイコール、マプチェ人の下の意味を用いている。これは北アメリカ先住民族言語にも見られる。 複雑な動詞語感を特徴とする。一方で文字を持たず、神話などはもっぱら口頭で伝承されてきた。大別すると二つの系統があり、ウイジチェ語系とマプチェ語系に分けられる。言語学的には直接関連していないが、いくつかの語彙に、ケチュア語からの影響が識別されている。マプチェ語は現在、チリとアルゼンチンの一部地域で用いられているが、流暢に喋ることができる人口は、 チリ国内に約20万人にとどまる。教育現場でのマプチェ語学習は、ビオビオ州、ラ・ラウカニア州、ロスラゴス州で実施されている。マプチ族の信仰は、マッチと呼ばれる、祈祷師が取り行う儀式を中心とした自然崇拝に分類される。彼らの信仰では、伝承が重要な位置を占める。さらに矢などをはじめとする自然崇拝に基づいた。 霊的存在が信奉されている。町は、シャーマニズム的な特徴を持ち、通常は、女性が担いつつ、年長の者が更新を指導する。町は多様な薬草などや、科学的な知識を広く持ち、病気治療、町トゥンや悪霊を払い、または雨乞いギジャトゥンや豊作についての儀式や、社会的な交流などを取り行う。また、1540年代から続いた。 スペインやチリに対する独立や抵抗と1870年代にチリによって征服された歴史もマプチェ族の信仰において重要な位置を占めている。これらの記憶や物語、信念などは時に局地的なものだったりかなり特殊なものに変化している場合もある。しかしチリに生きる多くのマプチェ族が自分をチリ人だとアルゼンチンに生きる彼らが自分を アルゼンチン人だと受け取っている現在においても、その反抗の歴史は消えることなく、いまだに気づき、地理の文化に多大な影響を与えている。マプチ族では、音楽は儀式の一環として演奏される。木製のフエピフィルカ、角のホルントゥルトゥルカ、片面太鼓、クルトゥルン、黄金トロンペなど、固有の楽器を用い、列になって演奏しながら、祭壇を回る。この他にも、 語り調の歌も伝わっている。現代にマプチェ音楽を伝えるミュージシャンとしてはアルゼンチンのベアトリス・ピチマレンなどが活躍している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。